今日はちゃんとバーム持ってっか。ゴキブリさんが来ないように。この中にちゃんと入れた。まあここだったらグラスミノーとこれとバグアンツだけでいいやな。でちゃんと閉める。ジップロックで閉める。でちゃんとこの中入れる。入れたらさらに閉める。これさえ守ればやつらはもう来ないはず。はい、じゃあ今日もですねベイトリールとトップウォーター中心にね遊んでみましょう。行きましょう。で今日はあの満潮になる前にエントリーをして帰れなくなります。満潮時は満潮時はですね僕お家に帰れませんから。頑張りましょい。ここ潮が引かないとあのウェーリングできないから。ここの岬の先端まで行きます、満潮前に。で満潮になったら帰れなくなるから下げ潮に合わせてのんびりその辺で釣りをして潮が下がったらやっと帰れるっていう感じです。さあこの季節にトップチヌ。まともに機能するかな。トップチヌっていうか、まあ狙いはヒラアジですね。鬼ヒラアジの回遊を今日も待ちます。それまでは期待値の少ないトップチヌ、入ってこなかったら終了ですね。鬼ヒラアジが前回同様にもうダメだと思った時はあのワームに切り替えて旗目狙います。グルーパー狙いでいきます。お、渡り鳥だ。渡り鳥、何かは知らん。夜勤から帰宅。おー、今日もゴールか。今んとこな。今んとこな。大丈夫ですよ。私今日ワーム持ってきたんで。坊主なんてものはありえない。ここのハタちゃんはいいやつなんですよ。まあ毎回そこでね糸垂らしてるんだけど。あ、やってるね。やってるやってる。でちょっと下くぐりましょうか。なんか潮がこう入ってきてる感じがするな。ベイトも一緒にこっちに入ってきたらチャンスはあるんですけどな。でそのベイトを追っかけてねヒラアジやらチヌやらがわら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 してくれたら嬉しいんだけど、そんな感じは今のところまるでないですね。回遊するところ当たりつけられないの？うん、つけられないですね。完全ランダムですね。でもね、例えばこの塩やワンっていう話になってくると奴らが回ってくるポイントっていうのは大体決まってる。もうねここ数年ここに通ってるから大体向こうの正面に橋があるじゃないですか。あの橋、あの橋の左側のなんていうの、岸際を通ってこう回ってくるんですよあいつら。こう来てこうこの手前側を通って向こうの先端の岬に行くって、もう奴らのルートは知っている。奴らのルートは知っている。だからそこにね常に陣取って奴らの回遊を待つ。ただベイト頼みだけどね。奴らの捕食場はね知ってる。研究した。でもこの広い捕食場どこでボイル、どこでボイルが起きるかどうかまではね俺には分からん。ニアミスが多い。もちろんその範囲が狭いところっていうのもあるんだよね。沖縄でいう上がり浜とかさ、石川漁港だっけ、もうここでボイルが起きますよ、ね、常にここで追い詰めて食べますよっていうポイントはちゃんとある。あとはそのねベイトフィッシュが入ってくるか入ってこないかによって釣れるか釣れないかで変わるんで、最近はもうびっくりするほどベイトがもういないです。寒くなるとねベイトが入ってこなくなっちゃう。浅いところ来なくなっちゃう。ちょっとそうするとね終了です。でもまあ多少なりともはいるんだろうね。大きいミジュンボール、要はイワシボールみたいなのはもう来なくなるんだけど、タチウオがね漁港の中に入ってきますもんね冬でも。だからなんかのベイトはいるんじゃないかな。布団温まったから寝るよ。おやすみなさい。おやすみなさい。今日は俺はワームを持っているので坊主はないんだよな。あ、俺ワーム持ってきたけど重りは持ってきてない。しまった。昨日整理整頓して俺重りは重りのケースに入れたんだった。
シンカーはこのケース、ルアーはこのケース、全部きれいにしたんだ。ジグヘッドみたいのがあるの？ない。ない。そのジグヘッドも全部置いてきた。トップウォーターと、トップウォーターと何センチだ？10センチちょいちょいのミノーと、マイクロジグ3個。これで、なんとかするしかない。ちょっと朝まめのうちにちょっと旗釣っておく。ワームが使えないとなると早めに畑を釣って楽になる必要性がちょっと出てきましたね。しかもあれが、通り帰れないからね、俺今。ここ潮がもう今満ちてきてるんだけど、ここ全部水になってね、帰れなくなるんで、深くなるから。どうりでなんかルアーケースが軽いわけだね。気温が上がってもなおチヌがね、あの浅瀬に入ってこなかったらもうこの季節は終了ですね。このシーズンは春まで、4月まで。今日来てもやっぱりベイトが入ってこないって言うんだったらば、もうここは見切ります。塩屋湾は終了っていうことで判断する。旗は狙えるよ、ちゃんと。ここ一応一年中旗はいるから、狙えるから。回遊系のヒラアジとかはもう無理なのかなって思う。まあ来るときは来るんだろうけど、一応狙ってるのは鬼ヒラアジだね、メインとしては。まあ浪人メッキとかね、よいしょ、50、60、70、80くらいまで来てくれれば嬉しいんだけど、一応は鬼ヒラアジのメーター10キロクラスを待ってるところ。これはあれか、この世のやっぱり終わりかもしれないな。いい感じに潮目がさ、もう太いのもう目の前に入ってるんだけどさ、何にも入ってこないの。これはシーズンの終了を伝えているのではないだろうか。まあ前回も言ったけどね、同じこと。タマンとかミイラって美味しいの？うん、美味しい。まあハタだからね。ハタは美味しいですよね。笛吹き系もね、美味しいですね。バター焼きが美味しい。お刺身で食べるの？お刺身でも食べれる。美味しい。まあ美味しいと言っても、まあ世の中にはね、サラダの美味しい魚っていうのは5万といるから、普通に、アジ、サバ、サンマ、カンパチとかさ、ブリとかさ、もうあの辺のね、神がかったお魚さんにはもう歯が立たないですよ。歯が立たん。それと一緒にしてはいけない。おはようございます。関サバとかさ、関アジとかさ、もうその辺のスーパーのサンマ、どれほどうまいか。あれと比べてはいけません。畑行ってうまいうまい言うけど実際どうなの？それ本当そう？うん、畑うまいうまいと言ってる。まあうまいじゃうまいうまい。だってね、本州にだって大門畑とかさ、マハタとかさ、俺九州出身だけど、いるけど、サバは刺身で食ってたよ。そうだよね、俺もサバ刺身で食べてた。美味しい。あんなうまいものはないと思ってるね。しめサバもそうだしさ。ここもね、チヌチヌポイントなんだけどね。サバの刺身、塩焼き、たまらんよ。いや、ほんと。そういうのと比べちゃいけませんよ。あんな神の魚とはちょっと比べてはいけない。もちろんアンコウだとかさ、いろいろいると思うんだけど、美味しい魚ってね。それはそれで美味しいよと。比べないでほしいね、これ。あんま昭和から釣れるやつらは、あんま美味しくないのかな。あ、もうじゃああれだよ。あの、旗とかさ、その笛吹き系は除いてね。あと、幕部とか。それ以外はね、やっぱあんま美味しくない。調理すれば美味しいよ。調理すれば美味しい。生で刺身で、うん、うまいっていうのではない。ね、青ちびきとかさ、なんだっけ、赤町だっけ。あの辺もね、沖縄のジギングやってたら釣れるんだけど。油のある美味しさとは比べたらダメ。ダメ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 。そういうのとね、比べちゃう。オフショアの魚が美味しいな。青ちびきとかさ、赤旗。ちょっと名前忘れちゃったけどさ。赤町か。
あったかくなってきてもチヌさんは登ってこないね。チヌどころかベイトミッシュ何一つにないんだけど今まで俺もう1キロ以上歩いてきたんだけどまだ生物に合ってないんだが、海の生物に。よし、100円くらいで買った銃でいこうセールで買ったマイクロ銃。今日さ、珍しくちゃんとワームを持ってきたんだけどさシンカーを忘れるけどね大惨事いえん、寒くない？今んとこ寒くないね。もう太陽出てあったかいですね。あー、なんだ今のは東京めっちゃ寒いし風強いし死にそうだよ。死にそう。フックが持ってかれた。フックが一個持ってかれたんだけど何やつ、何やつ。アシストフック切られた。ブラクリだと思ってメタルリグにワームつけてみようぜ。まあ釣れるんじゃないかな普通に。グラスミノーのよいしょ、ピンクにしよう。おいこれでいいってこと。まあまあ普通に釣れると思うよどうやって動くのかな。ピュー。初見、何狙ってんの。本当は回遊してくる、ブレッシートレバリーですね。だがその回遊がもう見込みがないので、旗でも釣れればいいかなと思ってたら、ワームに使うフックを忘れました。シンカーを。で、小型のマイクロジグ投げてたら、ちょっとワームつけてみてよっていうことで今ワームをつけてるところだね、メタルジグに。まあ釣れなくはないよねこれ。じゃあさっきよりももうちょっとこうトン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 でしょ。来た。これはち小さいんじゃないのか。これは小さい。沖縄生まれ沖縄育ちですか。いや。わは。わ。わ。嘘。君。君。君やったぜ。これは大きいね。キッサワララ。パチ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 。よーし。あれおかしいな。俺の手より小さいぞ。ずっとその場で踊り食い。まあこれは、俺はちょっと写真撮らずにそのまま逃がしてあげましょう。やったぜ。坊主じゃないっていうね、これで。あ、ちょっと、撮れない。ごめんね。ぴょん。ね、味は。味はあいつはね、あんま美味しくないみたい。大門畑じゃなくて、ね、なんだっけ。浴衣畑。腹へこんでるな。今日初飯か。今日初飯。大塚実り、使いが50オーバーに見える。遠近法ね。浴衣畑の旗だから、あんまり美味しくないんだって。あいつはね。でもよく釣れる関門ハタとかは、大門ハタ系だから美味しいらしいよ。まあ実際美味しいんだけど。あいつはね、大きくなっても30センチくらい。小型のハタですね。ちっちゃいやつ。